はいどうも皆様こんにちは、グリードです。今回はガンダムファクトリー横浜、あの実物大の動くガンダムを見てきました。もうね、完全に僕が個人的趣味で楽しんでるだけの動画です。はい、なんかもう僕の夏休み動画になっております。というわけで早速見ていきましょう。はい、まずは港未来の駅ですね。こちらに、ガンダムヘッド、1分の1のガンダムヘッドがボーンって置いてありました。で、そう、安全フラッグがね、なぜかついてるんですけど、これね、ガンプラの1分の1のガンダムヘッドの再現らしいです。ね、最初なんかあれなんかおかしいなと思ったんだけどね、そうそうそう。で、普通のだったら、実物だったら、まあ、安全フラッグとか何もついてない。はい、こんな感じで、ビンビンについてますね。プラモデルだったら、こう、あれを切り落とす加工をするんですけど、こちらは1分の1のグリードですね。はい、お次はランドマークタワーになります。で、なんかキャンペーンでこういろんなガンダムが置いてありました。水星の魔女、新作ガンダムですねの水星の魔女のプラモデルがいくつか置いてあって、まあ、正直、宇宙世紀ファンとしてあまりガンダムっぽくないなと思ってたけど、まあ楽しみではある。で、こんな感じでちょっと巨大なニューガンダムだったりとか歴代のガンダムたちが、置いてありますね。で、このガンダムは福岡で多分僕写真撮ったジオリジンのガンダムだと思うんですけど、再びありましたね。で、水星の魔女での主人公機のガンダムが、ボーンって置いてありました。はい、こちらは、僕とガンダムたちですね。こんな感じでずらーっと、並んでまして、本当にね、道のランドマークのその道のね、1階のど真ん中にボーンって置いてあって、かなりペース取ってましたね。こちら水星の魔女の主人公機ガンダムエアリアルの、風船でできた確かねガンダムだったと思います。もうランドマークのね、こうど真ん中にボーンって置いてありました。で、その横になぜかサザビーとバンシーが、追いやられてて、多分真ん中に置けなかったのかな。はい、いよいよガンダムファクトリー横浜に着きました。今回ね、失敗しましたね。暑すぎて、昼間に行ったら。皆さん、夕方夜に行った方がいいと思います。結構駅から遠いのもあります。で、まずもういきなり入ると、ガンダムが目の前にあるんですけど、あまりに暑いので、一回店内に避難しました。で、店内に入ると、なんか開発者のインタビューとか、このガンダムのフレーム構造をね、体験できますよ、みたいな、そういうものがあったりとか、こういう風にね、パズルのお遊びとかもありました。まあ、ちょっとやってみたんだけど、ちょっとね、こんがらがっちゃって、途中から。途中からちょっと、戻せなくなっちゃって、ちょっとスタッフさんがすごい見てきたから、ちょっと逃げました、こっからは。まあ、至るとこにこう、ガンダムのフレームのね、説明が書いてあって、なんかここには歴代ガンダムのね、プラモデルが置いてありました。僕はもうほとんど作ってるかな。3.0 だけまだキットがあるけど作ってないかも。で、こちらなんか高機動タイプっていう新作ガンプラに興奮しているグリードくんですね。で、なんかね、ガンダムのコックピット視点を体験できるアトラクションがあるって聞いたんだけど、なんか今回なくなってて、ちょっとしょんぼりしてます。さあ、というわけで、いよいよ、この動くガンダムをね、実際にちょっと見ていこうかと思います。一旦ね、僕の声なしでお送りしたいと思います。エンコーダーパーツが正常です。The torque valve does not exceed the limit. ガンダムの数の干渉クリア、問題ありません。現在のステータスを報告せよ。不安定で管理をすれば、応答性も倍以上になります。F00
命だってかけられるということだ。俺には何の力もない。ニュータイプなんかじゃないんだ。未来への可能性は誰にだってある。時間が来たようだ。僕はまた眠りにつく。おう、ガンダムです、僕の。でかっ。おパワーシステムステーブル、出力異常なし。ガンダム、聞こえますか？こちらガンダム、よく聞こえている。自動姿勢制御装置を起動させてください。了解。現在のステータスを報告せ。 All waters are ready and good to go。 両脇の機体ナンバー RX78F00 ガンダム起動。はい、やっぱね、間近で見れたの本当最高でした。でね、入場料と別で追加料金3000円ぐらいかかっちゃうんだけど、まあ僕はその価値はあったのかなって思います。ただね、その、日陰がないんですよね、上の方。ただ、だから、昼間とかに行くの、夏はね、かなり厳しいので、まあ覚悟していくか、まあ夜とかね、に行くのがいいと思います。で、こちらの入場特典のちびっこガンダムなんだけど、すごい小さい割によくできててね、かなり満足感高かったです。で、ガンプラ売り場は写真だけなんですよね、動画 NG で。まあでもこんな感じでモデラーさんのもものすごいガンプラが置いてあって、こう、これビーグザムだね。で、こちらは48分の1のガンプラを買おうか悩んでるグリードくんです。めちゃくちゃ悩んで、何回もで、お店入ったり出たりしてスタッフさんに何回も見られたと思うんだけど、いやでもね、48分の1色分けいいなって。最後に、この実物大動くガンダムと僕ですね。そして、はい、48分の1のガンプラ、はい、買いました悩んだ末結局買いました。14,000円。はい、すごくね、嬉しそうですこれはまたガンプラ配信で作ろうかなと思います。はい、というわけで、お疲れ様でした。今回は、ガンダムファクトリー横浜にある、実物大の動くガンダムを見てきました。もう完全にね、僕の趣味動画というか、ただただ僕がガンダムを楽しんでるだけの Vlog 動画でした。またね、別の動画で言うと思うんですけど、8月ね、ちょっと2週間、3週間ぐらいね、アメリカの方に行く予定です。まあ本当何事もなければ。ちょっとね、シアトルとか行ったりするんですけど、まあそこでまた Vlog 動画なので、8月はかなり、もうほとんどね、実写動画メインでやろうかなと思ってます。ですので、まあ皆さんリクエスト等ありましたら、どしどしとコメント欄の方に、書いてくれてると非常に嬉しいです。というわけで、高評価もぜひよろしくお願いします。というわけで、お疲れ様でした。Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, or been when it's gone. Took you to prom, dance to our song, dance.